ミスタイムネームレーラフォンデモエクアフォンレイのパーマ屋さんチャンネル始まりよ。フォワッ、テンション上げていこう。ヘイヘイ。なんかあれですね、若干上がりきってるとか。そうね、そうね、盛り上げて若干上がりきってないっすね。ちなみに今日はなんかどういった感じの曲なんですか。もう大阪来てよっていう、ぶらりと大阪の街へ、ザ大阪の夜です。聞けよ、見ろよ、楽しみ、楽しみ。ヘイヘイ、よろしくお願いします。お願いします。はい、新調したんですか。それ身長っていうか、まあ衣装やね。レフラー、もちろんレフラー、全部レフラー。でもめっちゃいいっすね。うん、めっちゃいい。はーい、まず、この後は重い。ショッター多いっすよね。そうなんですね。だからまあもしかしたらまあ後でもいいかな。はいはい、はい、かね。そうね、あんま商店街感がある。まあ、そしてまあでも商店街感はある、あるっちゃあるっすね。長時間使えないですね。はいはい、背中もちょっとかっこいいですね。ね、背中で語ってるっすね。語りに行ってたもん。背中だけがいいかな。それ失礼よ。逆に。後ろ姿かわいい子っていうのと一緒ですね。おはい、順調です。撮影順調です。衣装チェンジ。レフラー、もちろんレフラー。ワンダーグループ。観光業とかやってる人たち。会社の人たちに、まさかの船出してもらいます。協力してもらいました。ありがとうございます。大阪の街、全面協力で。ありがとうございます。愛着してくれました。まあ一応観光的にやってるらしいですけど、やっぱ今ちょっとコロナで厳しいらしくて、5月から、何やったっけ、ビアガーデンしながら、この道頓堀、大阪の景色見ながらやり出すみたいなんで、皆さんチェックしてください。そのワンダーグループさん、そのワンダーグループさんの、詳細等は、概要欄に貼ってるんで、ぜひチェックしてください。YouTube、 僕の YouTube 映ってもいいですか。大丈夫ですか。撮影クルーの皆さんです。お願いします。将来はどっちの地でも将来はどうさっさ持ってこうかい。おいでありたいところだ。
もう一回笑ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうこっち向きです。普通こっち向いてください。こっち向きやります。どう思います？いいと思います。じゃあ撮っていきます。どうかなって思います。おい。いや、ちょっと特等席ですよね、これ。若干ちょっと逆になっちゃうんで、いきます。3、2、1こちらいきますね。いきます。3、2、1ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうこちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ご協力していただいて。はい、とりあえずワンダークルーズの船乗ってリップシーン終わりました。気持ちいい。単純に途中も撮影というよりゆっくりしてた。あのイメージカットのところはビール飲みたなるね。最高ですね。ちょっとプライベートでも乗りたい。今後予定としてあのビアガーデン、先ほどビール飲める感じになるみたいなので、船揺られながら大阪の景色楽しめるんで、ぜひチェックしてください。いきます。チーズ。もう一度いきます。チーズ。すいません、無理言って。あ、いやいや、ありがとうございます。よろしくお願いします。レゲエ好きで、あの、はいですか、ドムラさんとか、はい、チェホンさんとかのライブはちょこちょこ知り合いの。あ、なるほどね。ゴブラ最初出てくるのやばいっすね。だいぶ変わりもんすよ、それ。絶対さっきチェホン君言った方がいいっす。チェホン、ゴブラの方がいいっす。ゴブラ、チェホンはちょっとあれ。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、いろいろ終わりました。むっちゃ西日眩しいけど、ぶらりと大阪へっていう曲ですね。もう MV は公開されてるんで、今日は裏側を、あんま見ることないと思うんで、ね、皆さんに見ていただいたけど、どうでした？どうでした？楽しみました。怖いっす、怖いっす。まあみんな見てくれてると思うけど、裏側見てからもう一回見たらちょっと面白い感じになるかもしれないんで、ぶらりと大阪へ MV チェックしてくださいということで、今日はこれで終わります。レイのパーマ屋さんチャンネルでした。サポートの方よろしくお願いします。はい、ぶらりと大阪の街へ。